まっすぐ田沢温泉、左靴掛け温泉。靴掛け温泉、掛け温泉もあるよね。うん、まあ、結構多いよね、この上田の周り、温泉街だよね。うん、さあこれから田沢温泉に向かうぞ。うん、通り過ぎた、通り過ぎちゃったね。ここか、また通り過ぎちゃった田沢温泉右内湯。おお、登ってくんだ。この内湯ってめちゃくちゃ有名で共同浴場だけどね。うん、あの多分めちゃくちゃ混むんだな。うん、その横に貸し切り風呂があるからちょっとそっち行こうかなと思って。どう、混んでんの嫌じゃん、今こういう時期だからね。嫌だね。今から行くのは、うん、泉谷旅館っていうところ。泉谷旅館、うん、お見えてきたんじゃない。すごい山の最後、山の中に入ってくるね。うん、ギュッと。どれだろう、どれだろう、分かんないぞ。東京、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、こんなここ入っちゃダメだ、入っちゃダメ、入っちゃダメ、入っちゃダメ。こんなとこ入ってたら大変じゃない？大丈夫？あと何メーター？200メーターか。うん、どうだろう、ちょっと聞いてみる、もう一回。とりあえず、最悪バッグでも持ってきたらいいでしょ。すごいぞ、なんかこれ通れるか、ここ通れる？上、上ね。あー、どこ、ちょっと狭いな、多いかな、どうだろう、どんな感じ。横、こっちは余裕だけど、こっちも大丈夫だけど、そっち上大丈夫？うん、上見てね、上。大丈夫だけど結構狭いな、うん、やめとこうかな。下に駐車場あったからさ、うん、ここにしようか。そうしよう、そうしよう。よし、行こう。駐車場があるんだね、田沢温泉村営無料駐車場だって。そうじゃないよ、ほんとだ。村営ってなんだ、村なの、ここ。いいとこじゃん、なんかちょっとさっき見えたんだけど、すごい建物あったね、あれ、宿だったかな。なんだ、いや、わかんない、なんだろう。すごいよ、すごいよね。え、後で見せてあげる。あんなに見てくれてる人に言ってるの、それ。すごい上からだね。わ、すげえ、なにこれ、なにこれ、すごくない、すごいな、これ。わー、何なんだろう、重いね、すごいね。いや、ここも大概すごいなと思ったの、この松屋旅館っていうところの、あれもね、あ、そうそう、すごい、うわぁ、島崎藤村ゆかりの宿って、すごいね、すごいね、すごいな、つながってるな、多分。スイヤ旅館。立派な旅館だね。すごいね。自由。駐車場があるんだ。今日は共同浴場の自由ではなくて、この隣、泉屋旅館泉屋旅館ね。はい、で、脱衣所があって、ただいまのちゃんとあるいいね、なんかめちゃくちゃいいお湯っぽい。ドライヤーもあって、手洗いもついてる。そうね、誰で尽くせるな、うん、見てよこれ、うん、めちゃくちゃもうなんか腐食してる、こっちもこっちも、うん、すごいね、硫黄が、うん、最高最高。
こんないい温泉があるか。めちゃくちゃいい泉質。すごい。飲めるんだ、温泉。陰泉。ちょっと緑だ。そうだね。へえ。あったかいよ、しかも。温泉だもんね。温泉と同じ温泉だ、うん、ちょっと飲んでみて。すごいね、緑だね、本当に。どんな味？味する？あ、味する。どんな？すごいする。うん。温泉卵だ。ね、温泉卵の味する。匂いは温泉卵。ね、色だね。うん。最高だったな。うん、めちゃくちゃお湯が良かったね、泉質が。ちょっと緑色でさ、うん、で、硫黄の匂いが、結構硫黄の匂いがきついよね。うん、結構するね。ね、結構した。で、硫黄なのにさ、ぬるっとするの。そうそうそう。普通なんか、ぬるぬるしないじゃん、硫黄ってね。うん。うん、今ね、香川温泉旅館の旅館は3つしかないみたい。今日貸し切りで入れさせてもらった泉屋と、うん、あと松屋と、うん、この横の藤屋ホテル、と共同浴場だ。さあ、これから最高の貸し切りユニークで、うん、湯田中渋温泉か、湯田中渋温泉、渋温泉の方でね、うん、なんか野沢温泉みたいにさ、うん、外湯巡りができるんだけどね、うん、ただ泊まってないとこのできないのかな、うん、鍵がかかってんだよな、うん、そう、なんか鍵を借りるんだ。そう、うん、でその鍵で7とか8個、まあ、回れるんだけど、うん、前はね、駐車場に止めたら有料のね、うん、そこで鍵貸してくれたんだけど、今どうなってんのかちょっと分かんないね。宿泊だけじゃないかもしれないね。で、今日はだから外湯巡りじゃなくて旅館かな。旅館の温泉、うん、貸し切り、うんうん、しかも1人500円、安いな。キャンピングカーも止めるところがあるっていうね、うん、1台しかないけど。1台か貸し切り温泉もさ、何個ぐらいあるかな。あれ3個か4個あるよね。あるね、ね、はい。もうあれだよね、滋賀高原の入り口だよね、これ。そう、冬はここからよく上に上がってくるもんね。うん、いいね、ここら辺なあ。温泉宿とかってね。うん、あ、そうか、あの地獄谷があるじゃん、猿が温泉入るところ、うん、冬はめちゃくちゃ歩くじゃん、うんうん、でもこれこの時期は確か近くまで行けんだよね。そういう車で行けるか、車で近くまで行けたよね。地獄谷 2.4 キロだった。そうでしょ、うん、ほら行けるんだよやっぱり。あ、でもちょっとキャンピングカーじゃ怖くない。無理だね。亀屋さんだったよね。そうそう、亀屋さん。あれ、あ、あったあったあった、入ってた、ここだ探偵の亀屋さんさあ入っていくよ。足湯は？あ、やってるやってる。ねえ、10時まで入っていいんだって。わあ。なんかおしゃれな足湯。ね。うん。あれ、あれもいた。本当だね。そんなことある？あ、あったあった。これが。これが夢ぐりで。夢ぐりの。温泉、そうだね、うん、6番湯だって、ここが結構密だね。次もそこにあるもんね密ってそうでしょ、近いって。亀屋さんです。あ、ここにも、あ、ほんとだ。8番湯、あ、何個あるんだろう。10個ぐらいあるのかな。あ、ここに書いてあるじゃん。1,2,3,8,7,6,4,5,8番じゃないかな。8か、あ、9番あった。へー、あれ、
あれデザートアイスクリーム、デザートアイランド、あ、デザートアイランドだ。あ、ここでもやってんだ。安曇野と松本だけだと思ったらねえ、ここがあれだね、渋大湯って、うん、こっちが入り口かな。あ、こっちが、男はこっちなんだ多分ね。うん、そういうこと。男女分かれてるな。いいね。あ、これもさ、お風呂の天井じゃない、この上ね。そうだよね、多分すごい、立派です。なんか牛らしい。牛？牛があるかな。へぇ、あ、すごいや、ここは。うわぁ、ね、冬来たな。いいねね。どんなお風呂なんだろうね。あ、亀屋さん。和室のある何貸し切り露天っていうのかな。いいね、立石な子、うん、綺麗だな。これから湖西の湯っていうところだね。うん、行こう行こう、温泉。ここら辺で貸し切りがあるってここぐらいだよね。うん、あんまないよね。さあどこだ、もうこの時期か、もうちょっと戻るのだよね。うん、あったあった。ここCryptic design, design. 貸し切りじゃなくてもいっぱいさ、物があって楽しいよね、ここは。いろんなのがあって。入浴料700円。貸し切りはいくら？露天風呂はこっち。こっちが普通のお風呂か。普通。ああ、外をずっと歩いてくるんだな。貸し切りの湯。いや、まあいいね。うわ、すごい眺めだ。おすすめの貸し切り風呂、いいよね。こんな感じ。いや、最高でしょう、これは。洗い場もちゃんとあって、シャンプーもリンスもついて、こんな感じ。泉質は三室源泉で、草津温泉と同じ酸性泉だって。長野県唯一の酸性泉。へえ。いやー、最高だった、うん、いいね、やっぱりここの貸し切りは、うん、あー涼しいな、しかも。そうなのね、夏だけど暑くないもんね。
いいね、うん、わー魚いるんだいう感じの、ねえ、even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't.